夢の続きを咲かせて。カルチャシンドローム。この番組は I&S ファクトリーの提供でお送りします。新年明けました。皆さんカルチャッス一条和也でございます。はい、カルチャッスひとみでございます。はい、カルチャッス立花亮でございます。カルチャッス時田真子でございます。カルチャッス菊谷真央です。カルチャッス渋谷空です。はい、何をクスクス笑ってるのか分かりませんけれども。はい、2024年に入りました。皆さん、よろしくお願いいたします。本年もね、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。カルチャーリスナーの皆さんも本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということでございましてですね、はい、皆さんどうですか。初夢見ました。覚えてないですね。私は見ました。私は見ました。1月の2日に見ました。2日だもんね。2日見ました、ね、1日の夜に見るんね、うん、ここから夢の話ね、うん、雑誌のインタビューを受けたんですよ。お、うん、おで雑誌のインタビューを受けたその場所がね、うん、周りうるさいデパートの中、うん、普通なんか高級喫茶店とか静かな喫茶店とかレストランとかさ、うん、もしくはそのスタジオとかさ、撮影スタジオとかさ、うん、ありそうなもんなんだけど、なんか周りがうるさい、デパートの中だったの、うんうん、で、担当の人が女性の人だったと思うんだけど、俺の目の前でもういきなり俺に質問投げかけてくるのよ、うん、好きなアニメは何ですかとか、好きな映画は何ですかとか勝手に話進めていくのね、うん、でその担当女性をあてがってはね、うん、なぜかその担当女性を紹介 してきたママがそこにいて、うんうん、であとお後よろしくってママ適当にそのデパートの中徘徊しに行ったよ。いやあいつウィンドショッピング嫌いなのなんで行くねんお前だけみたいな感じで、うん、俺だけ一人取り残されて、うん、ずっとそのなんか取材が始まるんやった、うん、で挙句その雑誌記者かもよく分からんうちにそのインタビューがガンガン進んでいってよね、うん、でまあ、じゃあ以上でございますって終わったらもう、その女性の人立ち上がってママとママの合流していって勝手にキャーキャー話したら向こうの方行ってしまう、うん、放置、完全俺放置やって、うん、何しとんねんっていうところで目指さない。そうやな、そうやな、それでな、それでな、夜中にな、いきなり起きてきてな、私普通に楽しくゲームしててんやんか。そしたら夜中に起きてきてな、1月2日にゲームしたんだ。そう、起きてきて、ほママどう何考えてんねんとかいきなり言い出して、はどうしたって言うたら、なんかずーっとな、睨んでな、お前のせいでなんとかとか言うから、夢って言ったらじーっと黙ってんやんか。お前ふざけんななんで夢で怒られないかんねんというその夜中にもう本当いい加減にしなさいよ。そういう扱いを受けちゃったんだもん。いやいやいや、それは夢の中やんか。それは夢の中で完結しなさいよ。それは私に怒られても夢の私は知らんがな。で寝ぼけて怒ったんじゃないですか。半分寝ぼけてた。半分寝ぼけてて、なんか明け方だったと思う。結構ねパパね、夜中とか明け方とかに起きてきて、夢変な夢見たらすぐ喋ってきて私のせいにしてくるんやか。お前のせいで変な夢見たとかね。意味が分からへんねんけど、そもそも寝てへんから見てへんしな夢なみたいな。あんたほんとこの年末年始全然寝てないやろ。そんなことないですよ。もうずっとガチャしても一喜一憂してたもんな。新年のそう。いやでもね、今回のね、グラブルの200連ガチャ、うん、年末ね、ゆく年くる年の200連ガチャかは、ママ結構いいものを引き当てたの。いや欲しいな、俺が欲しいなと思ってるのをフィットなんか出したりとかして、だってな、持ってなかったからね、そもそも、そう、そもそも持ってない、持ってないキャラクターばっかりやったし、それいいよいいよで、そう A ランクぐらいで、S ランクちゃうけど、だから自分もパパは持ってるから余裕なのよね、あちらが出てるのか。持ってるんですね。持ってるから、うん、それそのキャラいいよとか言って上からやで。でも言うてもな、私 2回転乗したからな。すごい、すごい、あ、違う
スイカ、自分でスイカでも発車やる課金したんですよ、ね、しゃーないやんか、大事です、大事です。どうしても推しのね、あの召喚石っていうやつがあって、はい、それがあのどうしても出ないと、あの普通その300連とかして天井すると、あの無条件でもらえるもんなの。今回できるね、300連すれば。その、召喚石に限ってはそれができない。サプフカ召喚石と言われていて、自力で引くしか手がないと。すごい、そうだったんですよ。で、ごめん、出た。もうね、本当にね、本当に泣きながら300連したのに出なくって、最終日にあの朝早起きてしまったから食事に行ったや、うんうん、あの時に出た、うん、いいよ、分かってるよ、知ってるよ、知ってるよ、知ってますよ、だって見たもんちょうど今ね、あ、見られてしまったよ。ちょうど今ね、あのゲームで古戦場っていうグループで戦ってる、ダンで戦ってるやつやってるんで、あのパパの携帯をやってるんですよ、ね、そうそうそう、朝7時から頑張って、それでリビングからおたけびが聞こえたんやうおーって、うわーっていう、そうそうそう、もう私も号泣してたのに出なさすぎて悲しくって、いやすごい、やっぱりで、もしこれをお金に計算したら、あの18万わー、お金に計算したらね、まあ、でも今までコツ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 貯めてた椅子とかでやってるからね、もちろんね、ただの、あの宝鐘石、そのねとかでできるけどね、そう、運営からもらえる宝鐘石、もうね、ほんとね、欲しいやつは出ない、分かってる、知ってる、その宝鐘石持ってない人はお金をあの払わないと、本当に課金しないとダメなんだけど、課金した場合2天井打ったら単純計算で18万になってしまう。うわー、もう悲しすぎて、もうフェスの画像とか見てもう号泣してしまって本当に泣いたんですか？すごい推しのキャラクターなんだって。あー、もうね、パパがもう笑ってたけど、もうマジ泣いとるとかもう泣くしかないよな、もうな、フェスの時の映像やった。辛い辛い、もう本当に辛い。すいません、出ました。毎年あの最初の配信の時は本当にグラブルのガチャの話を結構ずっとさせて、毎年出ない出ない言ってるから、毎年毎年毎年言ってるやんか、この1月に本当出ないんだわ。しかも今回は天井関係ないなぁ、あら大変だ。俺は最後が良かったな。そうそうそう、めっちゃ良かった。そう、最後200連にして確定なんだけど、その直前がガチャピンモードだった。それで50連か60連ぐらいやっちゃって、私ガチャピンモードで何もない時でいきなり出るねんで、そういう時に限って、で、あ、分かります。うわー、ムックモードもう一回弾けると思って、 SS レアが出るまで弾けるから、そうね、で、一発目に出るんだよ。そうなんですよ、本当に。で、パパは盛り上がってる、お、大丈夫、出なかった、お、出なかった、お、出なかった、ふざけんな。結局90連ぐらいやっちゃった。羨ましい、羨ましい、本当に。だから200連と90連で290連で、あと10連は宝鐘石で、もうつい私が押したのか言うてもだね。そしたら終わるやろ。そうなるかなって。いやいやいや、みんなそんな課金とかしたりしないの？課金はしないですね。課金なんかせん方がいいよ。ゲームはするの？ゲーム、もうなんかあんまり、あ、スイカゲームを最近やりました。マコさんもスイカゲームをやってるって聞いてました。前にやって、ハロウィン前から始めてるんですよ。スイカゲームってご存知ですか？知らない。なに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 、スイカゲームはめちゃくちゃ、なんだろう、あの去年の任天堂スイッチの、ダウンロード数、ナンバーワン。え、何だ、スイカワンの、まあでも、なんていうゲームか、スイカ、説明できる、スイカに、させるために、なんでしょう、ぷよぷよの2種類ずつバージョンみたいな、なんでしょう、ぷよぷよ、なんて言えばいいんですか、ぷよぷよは分かる、なんだろう、果物を成長させるゲームなんですよ、まあスイカ野生ですけど、チェリーと、
あの落ち物ゲームみたいな感じでチェリーを振らせて、うん、チェリーを振らせて合体すると、うん、何いちごです。いちごになって、なんでやねん、いちごがくっつくと、ぶどうになります。なんでやねん、それがだんだん大きくなっていくんですよ。はいはいはい、でスイカとなると、うん、あの画面の、うん、2分の1ぐらいを占領するんですね。そうです、大きいね、大きいですよ。そんなでかくないか、はいはいはい、そで、うん、スイカを作るっていうゲームなんです。それがすごい難しいんですよ。スイカを作ったら終わりなの、終わりです、終わらない、まだまだまだいけるんですけど、一つの目標としてスイカを作るっていうのがあって、まあ、でもう一個スイカも作れるんですけど、スイカを今度2つくっつけると、うん、消えます、スイカは消えてなくなって、うん、で得点はどんどん増えていくんで、うん、でどんどんそのスコアのためにそうなんです、一旦全消しみたいな感じだよね、またスイカ作ってこうねみたいな、単純なんですけど、うん、物理演算とかを使って結構面白いんですよ、なかなか来てほしい果物が来なかった。あ、そうか、そうか、あと転がったりするんですよ、あの、うん、果物自体が、そうそうそう、もう転がっちゃって、うん、合わなくなったら、うん、合わせられないとそのままいるから、うん、もうずっとどん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 上に、うん、積んでっちゃうみたいな感じで、スイカの前みたいな感じで、スイカの前がメロンなんですけど、メロンが画面の端と端にいて、うん、くっつけたいのに、うん、つけられないからめちゃくちゃ邪魔みたいな。なるほどね。そうなんですよ。メロンの方が高いからメロンでやめとけばいいじゃん。確かに。高級品を作ろうじゃないですか。あね、スイカゲームっていう、そう。そんなあれがあるんや。めっちゃ可愛いんですよ。スイカとかのフルーツの顔もついてて。あ、アクションスイッチなの？スイッチと、あ、スマホでもできます。スイッチで、iPhone にも最近追加されました。私昨日あのスイカでスイカを消すことが初めてできたんですよ。おお、すごい。めちゃくちゃすごいですよ。すごい、すごい、すごい。やってたらいきなり全部消えて、すごいことなんだ。いや、すごいです。本当にすごいんです。でかいんです、スイカ自体が。どんどん埋まっちゃうんで。え、スイカが落ちてくるわけじゃなくって、スイカを2個作るってこと？そうですそうです。落ちてくるのにもなんかボーダーラインみたいなのがあって。それ超えたらそれ以上は持っててこないので、うん、そうなんですよ。200円か300円ぐらいするんですけどね、買い切りゲームなんで。なんかさ、うん、私もなんかそういう可愛いゲームやりたいんかな。何ん、ごめん、ちょっと噛んだし。いやいやいや、いやなんか癒される系とかパズルゲームとかそれやらないなと思って、アクションとかそういう RPG とかばっかりやってるなって。なるほどね。いや、めっちゃ面白いから本当に手軽にね、その書籍買うお金で買ったらいいんじゃない。いや、ママはね、正直全然買ってませんよ。いや、もうずっと貯めてるんですよ。もう全部貯めまくってんだよ。すごいな。めっちゃ頑張ってる。貯めて、その、いわゆる、18万円分貯め込んだ。まあ、それを一気に吐き出してしまったのよ、この人は。私、年に何回かはやるんですよね。でもまあ、引けたんだね。よかったですよね。引けたんでしょ。引けなかったの。俺が引いたんだよ。あ、そうなの。天井一転に喧嘩売ってますよ。天井2回って引けなかったんですか。2回って引けなかったから号泣だよ。あ、そういうことだったのか。全然ちゃんと話聞いてなかった。結局ただ煽っただけみたいな。そしたら俺が普通の時にポッと出したのか。帰っていいですか。心が泣いちゃう。というところで、ちょっとママ一旦休憩させたいと思いますので、カルチャーシンドローム、2024年1月17日水曜日配信予定分、これから始まります。311回ディッシュ。カルチャーシンドロームドラマ CD 第3弾は、学校を舞台にしたホラーもの。同窓会で昔の教え子たちと再会し、取り壊し寸前の旧校舎を探検することになった小学校教師が一緒に閉じ込められてしまう。ダメだ、開けない。そんなはずは。何か不思議な力が作用してるのかな。どっちにしても俺たち学校に閉じ込められたってことね。やはり幽霊の仕業なのでしょうか。そして次々と起こる怪現象。
なんで？圏外だったはずなのに。まだ圏外のままだぜ。鳴ってるのは私の携帯だ。でもこんな着信音に設定してないのに。鏡に血文字が。血文字なんてどこにもないよ。ユリも見たのか？うん、私も見てないの。何かが歩いてくる。あれって人体模型？果たして彼らは無事に学校から脱出できるのだろうか。カルチャシンドロームドラマ CD 第3弾ずっと一緒だよ。6月19日イベント会場で先行販売開始。お楽しみに。カルチャシンドローム。改めまして皆さん、カルチャス一条和也でございます。はい、カルチャスひとみです。カルチャス立花亮です。カルチャス時田真子です。カルチャス菊谷真央です。カルチャス渋谷空です。はい、あのね、はい、もう今日の夜中、まあ、朝方とかもめちゃくちゃ寒くなってきて、うん、あのね、お二人からいただいたコーヒーマグウォーマー、うん、もうめっちゃ使ってます。毎日使ってる。あれ本当にね、よかったです。はい、であれコンセント給電なんですけども、うん、あれ自体にあのUSB ハブみたいなのがついてて、うんうんうん、それに差し込んであの携帯も充電できたりとか、うん、いろんな、ね、用途があって、うん、めちゃくちゃいいです。あれにね、ブラックコーヒー入れたりなんかして、あ、温めて。よかった、よかったね。しかもね、ちょうどいい暑さなんですよ。あ、もう、そう、あ、なんだ、暑くなりすぎない。そう、あ、暑くなりすぎないし、ぬるくなりすぎもしない、うん、本当にちょうどいい、すぐ飲めるみたいな、あったかいみたいな感じで飲めるんでね、めちゃくちゃありがたいです。よかったよかった。そしてですね、昔一条さんがなんかこう家の Wi-Fi ルーターをもう変えて、うん、みたいな話をした時に、うん、僕が本当に15年前ぐらいの使ってますよみたいなことを言ったら、うん、いや、それはやめといた方がいいよみたいな、うん、でももう使わなくなったやつあげるよみたいなことを言われたんですけども、うん、一向にくれないんで一向にくれないから忘れてる、絶対忘れてる忘れてる。そんな話はあの知り合いに話してたら、うん、くれましたその話してたやつがくれた。それがなんか3年前のモデルらしくて、うん、めっちゃ新しいやつをくれて、うんうん、もうね、トイレまで届く。めちゃくちゃ、なんならあの外で、あの何、家の外出て、うん、あの数メートルまで届くんで、いや届きすぎるな、すげえなって思いました。 あとこれ15年前の僕が使ってたやつって、うん、あのなんだ、帯域ってあるじゃないですか、電波の、うん、あれが2種類あって 2.4 ギガと5ギガっていうのが あるんです、うん、古で、うん、あのその昔使ってたやつってどっちかしか使えなかったんですね。あ、で僕はそれが当たり前だと思って、ね、選択式だったんだよね。そう、でもその3年前モデルのやつはもう両方出てるから、うん、そのなんだ、壁とかを挟むと弱い方の帯域と、うん、別に壁とか挟んでもいいんだけどちょっとなんか不安定みたいな方があって、うんうん、で今新しくなんか6ギガみたいなのもあるらしいんですけど、うん、その僕、新しい僕がもらったタイプはその2つで2つ同時に出てるから、そうなんだ、いちいち切り替える必要もなく、だからトイレ行っても切れないと。うんだから本当にね、あの世界が変わった。で 今までトイレをちょっと開けてこう腕、うん、手伸ばしながらそこまでしてでしょそう、ね、トイレにスマホ持ち込むなって話なんですけど、ね、この年末年始は快適な便利な生活を、うちは最新式のやつやってるんで、トイレだろうがどこだろうが全部つながる。まあいいっすよね。あとコキとかあればね、もっとなんかこう家中張り巡らせたりとかできるでしょうけどね。あ、もうそれ全部やってます、うん、あ、すごい、最新のメッシュ Wi-Fi というやつで、メッシュ Wi-Fi、 そうそう、だからあの電波がメッシュ状になるぐらいに、あのすごく密度の高い電波がちゃんと全戸に行きますよっていうのがあって、いやでもさ、そのプロバイダーと契約してるんだったらプロバイダーからその貸し出しという形で
Wi-Fi ルーター貸してもらえるはずなんだから、ね、安く貸してもらえるはずだから、だからもう僕はそのなんだいろいろ見るのめんどくさかったんで、うん、多分そういう契約をしてなかったのか、うん、言ってなかったのか分かんないんですけど、うん、なんかもう改めてプロバイダーとの話したくもないんでその話したくないじゃないですかそうだね、なんでそのもらったと。プロバイダーによってはもうとにかくあの借りてください借りてくださいってうるさいところがあるからね、うんうん、ね、はい、ということで、今月のメールテーマ、はい、いきたいと思います。今月のテーマは新年のご挨拶ということなんですけれども、はい、うん、まあ、まず新年なんで、うん、あの今年の抱負を僕からちょっと話したいと思います。何ですか何ですか。僕の今年の抱負はですね、何だろう、自分の話に自信を持つ、うんうん、え、これなかったの？これね、僕ないんですよ。自分がもう今もそうですけど話をしてるじゃないですか、うん、でこうずっと話して話してってやってるうちに、うん、今のこの自分の話って面白いのかなとか、うん、そういうのを考えて顔色、うん、みんなの顔色を伺っちゃうんですよ、うん、でなんかあんまり面白そうじゃないなってなった時に、うん、不安になって、うん、その話の落としどころが分からなくなっちゃう。だから最後の方うにょ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 ってなって終わっちゃうっていうことが非常に僕多くて、でっていうのも多分話の組み立て方とかが多分下手なんですよ。でどう持ってってどういうふうに話してどういうオチに持っていくかって、今のその Wi-Fi ルーターの話もそうですけど、うんうん、今のもうまくできたかどうかは僕はもう振り返れない。今もうリアルタイムで話しながらもう頭はパンクしてるんですよ。そう考えながらやってたね。だから一条さんがオープニングで夢の話をしてたじゃないですか、うんうんうん、よくあれをずっと、うん、多分一条さんは話せるじゃないですか、うんうん、僕だったら多分無理なんですよ、うん、そのオチまでオチが面白いみたいな感じにすると、うん、あの中だるみに僕は、うん、自分だったら多分なるんですよ、うん、っていうのを考えてたんだけども、うん、はい、そうやって話してる最中に顔色を伺うとそうなっちゃうから、うん、あんまりこう考えずに、うん、いやこの話は面白いんだ、うん、っていうふうに思って話そう、うん、話していこうかなっていうのが今年の目標。なるほど、ね、今までカルチャー聞いていただいた人はこいつ何言いたいんだろうって多分思って機会とか多かったと思うんですよ僕の話で。うん、うん、それね、いやそんなこと言ったら俺らかって、ね、気にしすぎな気もするけど、だからそれもあるんですよ、だから気にしすぎなんですよ僕は、だから気にしない。なるほど、そういうことか、そういうことか。そのね、作家さんもよく言うんですよ、あの、うん、一つのトピックで1時間、うん、1時間半喋れるようになれ、うん、なった方がいい、はい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 、それって大事じゃないですか、うん、で話すだけだったら多分できるかもしれない、うん、でもそれを興味を持ってもらって、1時間半喋りきるって多分なかなかできる人いないと思うんですよ、うん、でもそれをできるように頑張っていきたいなっていう、まあ、目標ですよね。なるほど。まあ今更かもしれないけど、でも大事なことかなというふうに思います、ね、番組やってる以上、ね、先輩はこういうふうにトークが上手くなりたいというのが今年の抱負なんだそうでございますけれども、この三人娘はどうなの。私はあの橘さん、名前言ってからちゃんと、菊谷です、すいません、はい、菊谷は思ってたのが、うん、あのなんか様子を伺って喋ってるようにはずっと聞こえてなくて、うん、もうなんか人の顔見ながら楽しそうに喋ってあのくださるなとしか思ってなかったので、だからそれをあの顔を伺ってたんだっていうのが、うん、でも単純にあの面白いなって、うんうん、そうですね、はい、僕はあのあんま顔に出ないタイプっていうのもあるんですよね。そうだよね、ノーメンズラだもんな。そうなんですよ、であのね、養成所の頃にね、あのすげえ怖い講師の人がいて、うん、オーディションの練習をねみんなでした時に、うん、オーディションの練習、終わりかけた時に、うん、はい、君さって指さされて、うん、顔がデスマスクなんだよね、全然変わんないからもう気持ち悪いんだよ、ずっとニコニコしてるだけで他の人が喋ってる時にもずっと同じ顔してるから、いや誰かが何か喋ってなんか変なこと言ったら顔変わるはずでしょみたいなこと言われて、確かになって、あのスタジオに行ってのオーディションの話なんだろうな。俺らのオーディションって9割方収録だからな。今は特にね、そういうのも
もあってね、実際そのスタッフさん、その監督さんの目の前でその、オーディションでその芝居を披露するっていうのは本当俺もこの5年10年で、はいはいはい、1、2回あったかなぐらい、はあ、ないよ、うんうんうん、でもね、その鬼講師だったんですけど、でもやっぱああいう人って大事だったなって今は思います、うん、まあ、確かにね、うん、それはあるかもしれないね、まあ、昔ながら の考え方だとは思うんだけども、うん、あのオーディションに限らずやっぱりその現場でそのあの仏頂面してる人も、まあ、たまにいるんだけども、はい、やっぱそういう人ってあの場を悪くするよね、うん、そうですよね、うん、まあ、やっぱね、あのみんなで気持ちよくなれる人たちが、うん、あの現場にいるといいですよね、うん、今ね、うん、俺が参加しているその番組がね、はい、俺以外全員二十歳の女の子たち、もうね、行った時に俺何喋ろうな、どうしよう、もう俺の半分以下の年齢の子たちなのよ、調べてみたら、あの古くても2017年デビューだったかな、だいたい2019年デビューの子たちばっかりでさ、うわ新人さんたちだ、うわかわいいな、年齢はって言ったらもうみんな22、3の子たちの、俺の半分以下かいって、まあ、それはそれで花なんだけどもさ、行ってみたらもう彼女たちは彼女たちであのキャイキャイ喋ってて、俺の居場所がねえと思ってぶっちょうずらしてればいいじゃないですかちょっとね俺ね、あのぶっちょうずらしてたのはねデビューして数年の時あまり散らかしてたところあの、ね、本当すいません、あのデビューしてから5年ぐらいずっとぶっちょうずらでした黒歴史でございます。あの僕の抱負の話でめちゃくちゃ時間を取ってしまったんですけれども、はい、メールを読んでいきたいと思います、はい、ラジオネームカットマンさんです、はい、カルチャーファミリーの皆さん、カルチャッス、カルチャッス、2024年もひとみさんを中心とした、失敗談で笑わせてくださいっていう、とてもシンプルなメールでございます、まあ、失敗はしてるつもりないんだよ、失敗はしてないよ、何もしないよ、ね、ママは失敗してるつもりはないんですよ、はい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 、周りから見たら失敗しか見えない、いやいやいや待って、なんで人生失敗してるみたいにやめてくれるいや人生は失敗してないでしょちょっとやめてくれる、俺と結婚できてんから失敗ちゃうやろ成功やと思いなさい、おーイエーイテンション高いな、それに全部持ってかれたっていうことでいいんじゃないですかね、一条さんと結婚されたことで、もうガチャガチャも悪くなって、運を使ってしまったのか、返してやだ、やっと手に入れたり、続きいきますよ、はいはい、ラジオネーム瀬戸内ポップコーンさんです、カルチャーファミリーの皆さん、カルチャッス、カルチャッス、2024年も賑やかな放送を楽しみにしています、ありがとうございます。今年は娘が高校受験です、プレッシャーをかけないように息を潜めるように生活しています、そういうもんなのか、無駄に声はかけませんが、ひっそりと初詣してお守りもゲット、将来はアニメ関係の仕事をしたいと言っておりますが、高校生活で何か新しい夢を見つけるかもしれません、こればかりは分かりませんね、人生の転機、自分なりに頑張ってほしいと思います、協力できることはやりますから、昭和の頃はそういうその受験、うん、高校受験、当時中学受験なんて存在しなかったんだけど、はいはいはい、高校受験の時はやっぱり滑る転ぶっていうのが禁句だっていうのが家庭内ではあったよね、普通にそういう禁句があった、あの僕が高校生の時の担任の先生が、あ、僕の高校、あの工業高校だったんで1年2年3年とずっと同じ担任だったんですね、で、その先生が3年のある日からすごいなんかひげ伸ばし始めて、うん、なんでひげ伸ばしてんだと思って、うんうんうん、で三者面談の時に、なんか質問あるかって言われて、
や先生はやっぱひげない方がかっこいいと思いますよみたいな話をしたら、うん、これはな、うん、お前らが就職だとか大学だとか、うん、そのに受かってほしいからひげ、うん、を落としてないんだって言われて、ひげを落とす、なるほどね、あそうだったんだ、おしゃれじゃなかったんだだってボーボーなんでしょ、結構生えてましたね、結構ボーボーなんでしょ、ボーボーでした、じゃあのうちのプロデューサーみたいにボーボーなんだ、うん、あもっと生えてましたね、もっと、あもっとひでえんだそうだからそう、この番組のプロデューサーも大概ひどいけどね、確かに、まあまあ、ほんの1週間でボーボーになるからね、どんだけやらしいんだって感じおいおい、そうじゃねえ、あの迷信みたいな、うん、いやでそういうのがあって、考えてくれてたんだと思って、うん、いい先生じゃん、てかそんなそういうジンクス的なものってあるんだと思ったんですよ、うん、その滑る落ちないとかそういうのは知ってたんですけど、ひげ、うん、を落とすっていうそのなんか、うん、言い方、落とすよね、そうそう、うん、落とす、な言われてなんかいい先生だなと思って、うん、今でも感謝してますけどね、3年間ずっと一緒でよくしてくれてたんで、いい先生だね、ということで、続きまして、あダメだということでございます。喋りすぎちゃった。そう、喋りすぎちゃった。ちょっとね。次回もメール読んでいきたいと思いますので、はい、ご容赦くださいませということで。あ、そうそう、あとですね、うん、次回の配信が1月の31日になる、ということなので、うん、まあ来月のメールテーマはエンディングで発表するんですけれども、はい、これを聞いたら、この回を聞いたら、このエンディングを聞いたら、ぜひメールを送って、すぐに送っていただければなと。いうふうに思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではカルチャーシンドローム、続いてはこちらのコーナーです。カルチャーシンドローム、彼女たちが声優にならないと絶対に言うことがない言葉。え、嘘でしょ、これってパラレルワールドってやつじゃない。私たちは世界で一番の声優になりたいのだ。私のチャームポイントは髪の毛、時田真子です、うん、私のチャームポイントはほくろ、菊谷真央です。私のチャームポイントは笑顔、渋谷空です。おお、いい空ちゃんは、うん、私はいつもバイトの、ね、バイトの時、うん、バイトの面接の時に、うんうん、笑顔で採用されることが多くて能力じゃなくて笑顔だから大事頑張っていこう、この笑顔、うん、頑張ります。あの今年も笑顔を絶やさず、うん、笑顔ね、頑張りたいと思います。はい、はい、頑張ってください。いや、時田笑顔が下手くそだから。私もです、羨ましい。私もです。羨ましいんだ。かなちゃんはいつも笑顔な印象がある。え、笑顔に下手くそってある？いや、あるよ。あるよ。ありますよね。なんか鏡で練習したりしますよね。するよ。すごい手で持ち上げんだから、ほっぺを。ほっぺを、うん、そうじゃない、それ笑顔が作れないから。へえ、なんかぎこちなくなっちゃうんだよね。ああ、ずっていうか、うん、苦手だと。そうなんだ、うん、笑いすぎた後はね、ほっぺが痛くなるんだよ。ああ、え、そう、あまりほっぺが痛くなるのは良くない、良くない笑い。あ、良くないんじゃなくて、普段多分笑ってないから、あ、筋肉痛が起きてるの。筋肉痛なの、ピクピクしてんの。そういうことか、うん、ここがね、頬骨が痛いんだ。そういうことか。そう、うん、そうなんだよ。そんなことがあるんだ。そうなんだよ。わー、すごいな。そう、はい、さて、はい、いい気ですか、はい、このコーナーは月ごとに MC を交代していますが、はい、2024年最初は私、はい、時田真子が仕切ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、改めまして頑張ります、はい、このコーナーは声優もラジオも経験の浅い私たち3人が世界で一番の声優を目指していろんなことに挑戦していくコーナーです。なんだか声が聞こえるな。新年一発目はこちらをお送りします。新年早々やっちゃいます、早口言葉 THE ファーストボイス、イエーイ。はい、はい、はい、私たち3人はね、初体験でございます。はい、それは、うん、このコーナーでは代々恒例となっている早口言葉の一発勝負、はい、うん、お、緊張感のある空間でいかに自分のパフォーマンスを披露できるのか、声優に必須の
早口言葉で実践していきます。はい、はい、初めてだ。初めてですね、はい、うんうん、このコーナーは先輩たちもね過去に、ね、うん、やってましたね。そう、先輩たち結構早めにやってましたね、うん、この企画、うん、何度も失敗して恥ずかしい思いをしているということですがここは私たちが我らは早口言葉、うん、真央ちゃんはそらちゃんはいかがでしょう。うん、私は他行が得意です。あ、他行、うん、あ、そういうのあるんだ。立ちつて、はい、立ちつてと、立ちつてとで褒められてきました。そんなことあるんだ。はい、のーちゃんは、そうですね、菊谷はまあ、うん、得意ではないんですけど、私は、うん、ラ行が結構苦手で、うん、難しい。ラリルレロが、うん、まあ、ラリルレロ難しいよね。はい、あのシンデレラっていう単語が本当に苦手で、おー、専門学校の時にシンデレラ朗読劇でシンデレラがあって、毎回シンデレラはシンデレラはって言わないといけないのが本当にすごいドキドキしながら苦手なとこさえ、はい、ね、苦手なとこが一番よく出てくる時多いよね、うん、はい、そうですね、ちょっとラ行がそういう時に限ってね、わかる、ね、難しいね。トキタも大の苦手ですね。あ、こんなことあんま言っちゃいけないけど大の苦手です。得意そう、うん、嘘だ、嘘だ、得意そうです。本当絶対嘘だな。最後のね、告知とかで結構あの感じあってる絶対こもってない、ね、絶対こもってない得意そういただきましたけど、うん、はい、いやでもこれは声優としてはできた方がいいですもんね。そう、そうね、はい、頑張りましょう。はい、では今回用意されている早口言葉を紹介していきましょう。はい、用意されているのは、生温かい肩たたき機、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、レモンもメロンもペロンと食べた、魔術師魔術修行中、赤カピバラ青カピバラ黄カピバラ、お避暑地で秘書とひそひそ話、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこです。おー、ちょっと怪しかったな。ちょっと危ねえな、ちょっと難しそうなのが。そうね、何個か、そう、今回はこの中から一人一個ずつ早口言葉を選んで、はい、3人連続の成功を目指します。おー、はい、まあ、選べるっていうのが、うん、ありがたい、はい、自分で選べるんですよね、今回。ありがたいですね。いや、じゃあまずは自分がね、はい、これなら一発で言えるっていうね、はい、自信のある早口言葉を選びましょう。はい、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 ソラちゃんは決まってます？決まってます、はい、私は肩たたき、あーで肩たたたたたって、え、他行なんで、他行、頑張りたいと思います。本当だ、本当だ、はい、確かに、はいはい、で、真央ちゃんは、私は、じゃあ無難に最後のカエルでいきます。おお、なるほど、結構ちょっと長いけど、うん、はい、じゃあ、真子さんは、私と北は、はい、カピバラですか。カピバラじゃないね、ちょっと怪しかったからね。カピバラ一番難しい気がする。坊主にします。ああ、はい、坊主にします。はい、はい、では、はあ、決まりましたね。まあ、自分で選んだからもうこれできないという、本当にやばいですよ。やばいですよ。し、じゃあ行きましょうか。はい、はい、はい、じゃあ順番は、うん、真央ちゃん、はい、そらちゃん、はい、で私の時田が、はい、1、2、3の順番で行きましょう、はい、それぞれ3回ずつ、はい、3回ずつ、3回ずつ、はい、大丈夫、はい、自分の選んだ早口言葉を言っていきます、はい、準備はよろしいでしょうか。はい、一発勝負でね、はい、3回ね、はい、はい、大丈夫です。それでは行ってみましょう。早口言葉 The First Voice、 菊谷さんから順番にどうぞ。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコムピョコピョコ、すいません。生温かい肩たたき機、生温かい肩たたき機、生温かい肩たたき機、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。やったー、え、まる、本当にやったー。渋い顔してます。
すみません、もう私がね、あの菊谷が結構怪しかったんですけどもうね、3回やったって思っちゃって、あの2回目ですごい待ってしまいました、すみませんまあ、はい、成功しました。いや、もうある意味時田が本当に本当にひどいです。え、いや申し訳ございません。そうですか。そうです。ごめん、まあまあ、本当にごめん。カピバラ、まこさん、カピバラ、まこさん、ちょっとやってみます。カピバラお願いします。いい、はい、やります。いきます。はい、はい、赤カピバラ、青パあべパあべまこさん、まこさん、まこさん、もう一回、もう一回、もう一回、まこさん、さっきはまこさん、はい、うん、違う、もう一回やろう。はい、もう一回お願いします。はい、いきます。赤カピバラ、青パカピバラ、まこさん、まこさん、もう黄色までいけない、もう一回、もう一回、もう一回、3度目の正直ですね、3度目でね、もう一回お願いします。いきます。カピバラ、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 赤カピバラ、青カピバラ、キカピカバあーカピバラ、いや難しい、これはちょっと、まこさん、ちょっと、まおちゃん、まおちゃん、お願い、菊谷、うん、菊谷、やっちゃいますか。お願い、やっちゃいますよ、もう、いきますよ。いきます、はい、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、え、同じじゃないかい。惜しい。私よりはできてるけどちょっと待ってください、もう一回いきます。カピバラ、カピバラ、カピバラ、いきます。いきます。赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、カキパキカラ。え、でも途中できてましたよね。絶対ね、一周はできてたよ。すごいな、カピバラ。頑張り、頑張りました。うん、はい、まこさんより、え、私もですか。まあ、そうですね。最後にソラちゃんも言ってみましょうか。やりましょう、カピバラ。はい、はい、いけますか。いけますよね、うん、いけますよ。お、はい、本当かい。じゃあお願いします。はい、赤カピバラ、キカ、え、そんなことあるかよ。え、マジかよ。ちょっと待ってください。もう、もう一回いいですか。もう一回やろう、もう一回やろう、はい、緊張してて、もうお願いします。もう一回やろう、赤、青、黄色、はい、赤カピバラ、青カピバラ、キカキバラ。あれ違いますよ。違いました。最後なんかキカキバラって言ってました。キカキバラ、キカピバラ、キカキバラ。ダメだ、もうダメだ。はい、あ、難しいな、これ。カピバラはダメだったということで難しいですね。カピバラは難しいです。はい、すいませんでした。皆さんもね、やってみてください。すいませんでした。カピバラがどんなに難しいか、はい、うん、やってみてください。やってみてください。はい、あ、泣いちゃう。あ、大変だった、今回はこのコーナーのね、伝統の早口言葉に挑戦しましたが、はい、今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、はい、皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。このカピバラいっぱい練習します。私カピバラお願いします。はい、言えてる。やった言えてるよ。ではでは、今回はここでお別れです。はい、このコーナーのお相手は時田真子と菊谷真央と渋谷空でした。またね。彼女たちが声優にならないと絶対に言うことがない言葉。ついに来たわね、ラスボス。カルチャシンドローム。カルチャシンドローム。この番組は I&S ファクトリーの提供でお送りしています。早口言葉なんかできなくても声優になれるんだい、パパです。でもできたらいいね、ママです。赤カピバラはもうね
聞いてて無理だな自分はって思いました。立花です。カピバラ以外ならもうちょっと自信が持てました。時田真子です。私はこのカピバラさんの、早口言葉を3回連続で言えるようになります。菊谷です。キカキバラ。え違うな。カキバラ渋谷空です。いやもうでもね、あの3人とも頑張ってたんですよ、すごいね、頑張ってた、向こうで聞きながら、うん、すげえなー。ただ僕は早口言葉なのにだいぶ遅いなと思いました。 あれで、そういや普通の速度で読んでたから。どうしよう、向こうでぴょこ言うてたよく、そのバラエティ番組でさ、声優がね、プロ声優がよくあの出演して、はい、あの滑舌がうまいんでしょうねとか、なんとかそういうくだりから言って、早口言葉を用意してみました、言えますかみたいな感じでさ、すっごくあのうまいく ね、あの神谷博君とかさ、あのベラ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 って喋るじゃない、あんな稀だからね。みんながみんなできると思わないでよね。異常にできてますよね。彼は特別だから、ね、異次元の滑舌、うん、俺全然できないけど声優も30年やってっからね。すごい人本当にすごいからね。誇るところかも分からないですよね。できた方がいいからね。練習はで、ね、できないよりはできた方がいいだろうけどね。できなくてもいいだよ。たまに仕事があるから早く仕事がされるから、稀にやるのよ。そうそうそう、もうできると思われてるからね。そうそう、10年に1回くらいそういう番組内でそういうことを言わされることがある、ね、本当に地獄見るからね。そう、おじゃるでも10年に1回くらいあるんだよ。なんか早口言葉とか言葉遊びっていうのね、そういうのが ね、あって、あそうだからね、3人はまだ若いから、今のうちにやっといたら、やっといた方がいいよ本当に。もうおじさんおばさんじゃ無理だから。無理だからおばさん。おじさん。あなたはおじさんですよ。僕ももうほぼおじさんみたいなもんだもん。ほぼおじさん、うん、7歳やってるのに。確かにそうね、まあね、そうね、ね、頑張っていきましょう。頑張りましょうね。頑張ります。はい、それではお知らせのある方。はい、立花です。YouTube レゴチャンネルにてレゴ忍者号ドラゴンライジング編、配信、されております。あのね、今最新で配信されているところはもうなんかもう最終決戦で盛り上がってる部分なんで、うん、ぜひ見ていただければというふうに思います、うん、でラストシーンとかもね、うん、みたいな感じあるんで、うん、はい、ぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。はい、一条の方からはですね、毎週日曜日、朝の8時30分から広がるスカイプリキュアが放送中でございます。そのすぐあと、日曜朝9時から、仮面ライダーガッチャードが放送されておりました。私ゴールドダッシュとかカマンティスとか、全部で4体ぐらい、カードのキャラクターやってます。どれやってるか当ててみてください。なんかすごいことになってます。ガッチャードでその女性ライダーっていうのがね、映画版で出てきまして、これがテレビ版でも出てきておりますんでね、ぜひチェックしてみてみてください。そしておじゃる丸が、ですね、第27期が決定いたしました。もう公式で発表されております。これちょっと珍しいんですよ。普通言われないんですよね。その年の春先にならないと解禁情報、我々の方情報解禁にならないもんなんですよ。今回に限って、第27期に限っては公開されてるんです。なぜかと言いますと、Eテレの、方でですね、大河ドラマの方ですね、大河ドラマの方で光る君へというものが今年から放送されるそうで、それとおじゃる丸がタイアップするんだそうです。びっくりしました、私も。
それ聞いてびっくりしました。何をどういうふうにタイアップするのかしらってよくわからないんですけども、詳しくはですね、Eテレのおじゃる丸のサイトをご覧になってみてください。コラボに合わせて、源氏物語に着想を得たお話、おじゃる源氏シリーズを再放送するなどなど、やっております。私はおじゃる源氏の相手役の青野中将というすごい美形キャラやってますんで、ちょっと違う青べをご覧になってみるのもいいんじゃないでしょうか。巷では結構人気なんだそうでございます、うん、知りませんけど。はい、てなわけで、第27期おじゃる丸も ぜひよろしくお願いいたします。てな感じで、本当はねあと3本ぐらいあるんですけど何も言えません、まだ契約がありますんでちょっと言えないんですけどもね、解禁になりましたら随時、ツイッターの方で、お知らせしていきたいかななんて思っておりますので、一条の方のツイッターの方をぜひご覧になってみてください。はい、それではですね、カルチャーシンドロームの方からのお知らせ参りましょうか。はい、この番組ではカルチャーメンバーへの質問やお便り、毎月募集しているメールテーマなど送ってください。メールアドレスは小文字で KARUCHA、 そして数字で1013、カルチャー1013 @gmail.com です。おはがきは郵便番号 112-0012 東京都文京区大塚4-41-7 I&S ファクトリーカルチャーシンドロームの係までお願いします。そして公式 X もあります。@カルチャー_メイン、出演者やスタッフがつぶやきますのでぜひフォローしてください。はい、そしてね、アシスタントたちの、X もありますよね、はい、なんてやったっけ、アカウント名新私たちは世界で一番の声優になりたいのだです。そうでございます、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、あと不定期なんですけれどもつぶやいておりますよ。はい、はい、お願いします。お願いします。さ、そろそろお別れのお時間となりましたけれども、来月、はい、2月のメールテーマを発表したいと思います、はい、来月ね、うん、まあ、なんかいろいろ考えたんだけど、うん、2月きっとまだ寒いよ。ね、2月頃こそ今より寒くなっていく可能性がありますね。なんかね、一月ぐらい季節がずれてます。本当ですよね、あったかいもんな。そうなんですよ。急に暖かくなったり急に寒くなったり、うん、で、まあ、関東圏に限りなんですけども、寒くなるっつっても体中ガタガタ歯の根が合わないというか、そういう寒さっていうのをちょっとしばらく合ってないかな、うん、寒いのは寒いんですけどもね、うん、あ、手がかじかむなぐらいの寒さで、うん、もう歯の根がっていうような寒さっていうのを、しばらくちょっと味わってないな、これからまた寒くなるんじゃないのかなということを考えますと、うん、寒い時のあなたの食べ物を教えてください。寒い時に食べる食べ物、まあ、第1位は多分鍋だと思うんですよね。寒い時にみんなで家族で、誰かこう、いや一人鍋でもいいじゃないですか。最近そのプッチンなんとか、プッチン鍋とか、一人鍋用の、ね、鍋の素ね、一人用の鍋のセットなんて100均とかに売ってるじゃないですか、はい、ちっちゃい小鍋がね、うん、あって、でそれでプッチン鍋っていうその一人用 の, そのサイズが入ってる、うん、あと、まあ、何をやるかその人次第なんですけども、いろんな鍋があるじゃないですか、はいはい、ちなみに我が家では一般的には醤油鍋ですよね。最後に必ずおじやにしたいので、あ、なるほど、醤油鍋なんですよ。でどうしても寒いなっていう時はキムチ鍋にしますね。キムチ鍋の素は必ずエバラを使います。好きやからね。いろいろ試しましたけども、エバラが一番、エバラの、キムチ鍋の素が最高。他はなんか 甘かったり辛すぎたり水っぽかったりよくわからない。エバラが今のところナンバーワン。
でございますんでね、はい、鍋の場合はそんな感じ、うん、他にも、シチューでもいいですし、はいはい、スープでもいいですしね、うん、いや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 、あのお味噌汁、かす汁、何でもいいじゃないですか、うん、そういう中の寒い時にこれを飲むとあったまんだよなというような食べ物をぜひ教えてください。あなたの、寒い時の食べ物でございます。僕はもうめっちゃアイスクリーム食いますけどね。おお、私も食べる、うん、暑い時に熱いお茶を飲むみたいな感じ。それはないな。ないない、ない、そうじゃない暑い時はやっぱ冷たい飲み物なんだ、ね、そう、その通りです。もう氷キンキンで風邪ひけそんなこと言われなきゃいけないということでございましてですね、はい、カルチャーシンドロームシャープ311、2024年1月17日水曜日配信予定分は以上でございます。それではお相手は一条和也と瞳と立花亮と時田真子と菊谷真央と渋谷空でした。次回は1月31日の予定でございます、はい、なので、メールはぜひぜひお早めに、うん、番組聞いたらすぐメールよろしくお願いいたします。それでは次回まで、せーの、チャオー。静寂の腕まくカルチャーシンドローム、この番組はアイ&Sファクトリーの提供でお送りしました。